ああ、ちょいて。ああ、いってな、ちょいてな。ああいや、大丈夫、大丈夫。全然大丈夫。あん余裕余裕。ああ、言ってうん。ちょっとさ、あの、体育の授業でさ、うん転んじゃって。ああ、言ってな。あいいあ、って、ちょいてぇ。あこれ、給食のスプーン持てっかな。ああ、って。うん、大丈夫だよ。うん、全然大丈夫。ああ、強いから、俺。あん余裕余裕。あんいってな、でもいってな。これ、もしかしたら折れてんな。あああ、って。え いや、どうしたのその頭。すごいよ。いや、すごいね癖どうやったらそんな寝癖つくの鏡見たじゃ見、見た方がいいよ。見たのいや、み、見てな、なんで直してこないのすごいじゃその寝癖どうやったらつくのまあ、僕はあの、髪の毛ないけど。えスマホだ。スマホ学校に持ってきてる。いけないんだよ。 えいやこれスマホなんかじゃないすけどえどう見てもスマホじゃいけないんだ先生に言ってやろうえだからあのスマホなんかじゃないすけどえスマホじゃあしかもパン持ってきてるパン持ってきちゃいけないんだよ先生に言ってやろういやあのこれパンじゃないすけどあのパンに見えるけどパンみたいなの消しゴムすけど ああ、ミスったー。もうちょっとちょこちょこ持って帰ればよかったー。めちゃめちゃ重いんですけど、これ腕もげるよ。えー、全地球級迎えてくんないかなーもうやだよ。あ2学期まで学校におとこうかな。 僕たちは燃え盛る旅の途中で出会いいやーいいよねあの歌炎最高だよ炎ええ知らないの炎えやえ鬼滅の刃は知ってるでしょそれのあの無限列車編主題歌で主題歌炎え何?炎「炎むってほじゃない炎もう漢字一文字で「炎え何?炎「炎いやだから違うよ「炎 もう知らないとかやばいから、いい曲だから聞いてよ炎。消しゴム貸して。いいよ、はい、どうぞ。はい、ありがとう。どういたしまして。で、ちょっと待って。消しゴム反対側から使ったでしょう。いや、なんで使ってある方から使わないの。おかしいでしょええー。わざわざさ、このカバーずらして、後ろのとんがってる角っこからさ、使ったでしょ もうなくなっちゃってんじゃんかどっか後ろのかどっかもう信じられないよ <laughs> はい直して直してよ <laughs> いやいやいや直してっつってんの早く直してよ直してよ <laughs> 昼休みだケイドロやろケイドロえっドッジボールいやドッジボール昨日やったじゃんケイドロやろうよえー、やだよケイドロがいいあじゃあさ多数決しよう多数決 ドッボールがいい人なるほど。ああ、結構いるね。じゃあ、軽トロがいい人。ああ、なるほど。僕一人あ,あそう。あえおじゃあ、いや、い,いよ、ドッジボールやりなよ、ドッジボール。うん、あの、僕一人で軽トロやるから。うん大丈夫、大丈夫。うん、一人で二役やるし。うん。いや、つうか、ドッジボールとかさ、人にボールを当てるのとか好きじゃないから。うん、大丈夫。うん。でも、あの、軽トロやりたくなったらいつでも行ってよ。うん。あ,あ、でも、全然こっちのことは気にしないでいいから。うん。 ドッボール楽しんでほんと全然気にしないでいいからあ大丈夫大丈夫、うん、念のためもう一回多数決取ってみる <music> やめなよケンカやめてよ二人ともねえ仲直りしてよねねってまぁその怒らないで二人ともねやめようってねやめよう仲直りしようねやめてってねえ やめてって言ってるでしょなんで喧嘩すんの仲直りしてよ、もうあ握手して握手、握手して、握手握手して、仲直りだよほらあ握手してよ、早く仲直りするんだよなんでそんな怒るんだよもう世話やかすな、あったクこの大空に翼を広げ、 飛んで、や、ちょ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 、待って、ちょ、待って。え、歌ってる大きい口開けてるけど、全然恋しないんだけど、歌ってるあ、あ、そう。あ、ごめん、ごめん。ごめんね。この大空に、翼を広げ、とまちょ、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 待って。やっぱ歌ってないよね。いや、歌ってるいや、なんか大きい口開けてる割には全然恋しないんだけど、歌ってるんだ。あ、ごめんね。うん、二度も止めて。 この大空に、ちょっやっぱ歌ってないよね。日陰しか歩いちゃダメだよ。日向はマグマだからね。気をつけてよ。よし。あマグマゾーン来たここジャンプで飛び越えなきゃダメだからね。よし、行くぞ。よいしょおっしゃ成功したー落ちてない、落ちてない、大丈夫、うんあの。ちょ、ちょこっと、かすっただけだから、火傷出すもんやけどで損だよ、うん。じゃあ次、君の番ね。せーの。 はい、あ、落ちたマグマに落ちたはい、シス死亡です。最初からやり直しアイテム全ロスしたから。残念。まだまだだね。見て見て傘を裏返して雨をためています。すごいでしょえ何バカバカしいとか言って、本当はやってみたいんでしょ。えやってみたいんでしょうェ、えー やろうよやろうよ一緒にやろうよでもこれ傘壊したらお母さんに怒られるから気をつけて、はあ、はああえちょっと話しかけないで今遠くの景色見てるから、はああうんいやちょっとあのちょっと気分悪いんだうん遠くの景色見て直してるうん まだつかないのかなあ、はあ。あよ、やばいおはようあおはよう今日もいい天気あ、なるほど。あ、僕じゃなかった。そうかそうか。うん、通りで知らない友達だと思ったよ。ちょっと恥ずかしいな。この右手を。 降ろすタイミングを失ってしまったえ鉛筆短よくここまで使ったねすごいなあ消しゴムもちっちゃよくここまで使ったな何どうしたのギネスに挑戦してるのもう成功だよこれ大成功すごいよでもそろそろ鉛筆交換した方がいいんじゃない だってほら使いづらいから字が全然読めないんだけどちょっと君さちゃんと後ろ向いてプリントは配ろうよなんで前向いて手だけブラーンしてプリント配ろうとしてるんだよ僕みたいにさちゃんと後ろ向いて目と目合わせて手渡ししようよまあ僕の場合そうしないと手が短いから配れないんだけどね だからってあのうらやましいから注意してるわけじゃないっすけど。